あ、どうも、藤丸です。ものすごい、今、久々に収録、しておりますが、どんぐらい久しぶりかっていうとですね、どうやって説明したらいいんだ？とりあえず今日は、これですね、12月6日、金曜日、22時57分、グランツーリスト6好評発売中と、いうことでございましてですね。これね、最後に、収録したのが、この前にですね。この前に収録したのが、なんと、9月1日です。さっき数えたんですけど、日数にしてなんと97日前だったっぽいです。はい。まあまあ3ヶ月前ですね。はい。ということで3ヶ月ぶりの、プレイでございます。100時間超えちゃってるんですね。はい。はい、ということで久々に戻ってまいりました、ロードラン。まあ、前回ね、やってた時は、結構まだね、寒かったと思うんですよね。はい、なんかね、扇風機回したり、してましたけど、今ね、もう寒いっすわ、今もう。ストーブつけたいぐらいなんですけど、またストーブつけたら、これまたうるさいんでね。ちょっと今止めて、キル毛布着てますけど。はい。で、まずね、ちょっとリハビリにならないかもしれないけど、ちょっと黒火炎壺がね、これ確か在庫がね、もうさっきっていうかね、昨日編集した限りでは、黒火炎壺がもうストックないはずなんで、それ今買いに行こうと思うんですが、その前にあれか。ちょっとこれ預けて。はい、たくさん買えるようにしていきましょう。はい。木箱に移す。そう、なんかね、コメントで見たんですけど、書いてるな、ここに。R にすべて箱に入れる。全然知らんかったわ。もうコメントで知ったわ。あれ？黒カインツもどこ？あーあった。これ何？ R2 で？R2 で？はい。うわあ！うわあ！そんな機能があったなんて。全然知らなかったな。もう見てねえんだもんな。じゃあちょっとまず、ソウル使って、黒火炎壺をちょっと買ってきまーす。あ！そう、もう、なんかもういろいろ忘れてんな。バカじゃないの、俺。転送しろよって話だな。あ、まあ、そんな変わらなかったか、時間的に。まあ、いいか。いや、まあ、それでね。こう、ね。どうすんだって話ですけど。まあ、ちょっと、僕、編集しながらね。ずっとこの3ヶ月間、毎日毎日、編集して、まあ、いろいろね、プレイしただけではね、ちょっと、わかんなかったっていうか、見えてなかった部分が、まあ、たくさん見えましてですね、やっぱり編集すると。うん。で、やっぱこのままだとね、やっぱこうきついだろうと。あ、やばいやばい、死んで。死んでま。で、まあ、黒火炎壺を使うのはいいと思うんですよ。で、まあ、多少ね、黄金もちょっと併用しつつ、とかもね、いろいろちょっと、まあ、やりようあるなと、まあ、思うんですけど、まあ、結構ね、コメントでもいただいてましたけど、で、やっぱね、まだ、光線、やっぱ入ってすぐ死んじゃうから、人間性を使うとこまで行ってないんですよね。はい。あ、ちょっと待てよ。まあ、ちょっと買い物しますか。ちょっとこの辺のソウルをね、
使っちゃいましょう。確かに4万9000ありゃいいはずなんだよな。5000。ちょっと足らんかったな。で、勇敢な勇者の大きなソウル。8000。あ、これで足りますね。はい。クローカーエンツボ98。まあ、残り草買いますか。はい。で、戻りまーす。で、ちょっと装備戻しますか。いや、でね、まあ、どうするかって話なんですけど、人間性をね、だまだ使うとこまで行ってないので、で、人間性使うと防御力、まあ、なんとなく上がるっていうのは、まあ、僕もね、分かってたんですけど、これね、編集しててもすごい思ったし、やっぱコメントで、まあ、散々言われてたことなんですけど、結構、硬くなるじゃないですか。ね?なので、まあね、ちょっといくつ使うかは、ちょっとまだ、ちょっといろいろ今データ見ながらちょっと考えますけど、まずね、甲の魔法。あの魔法をですね、青涙発動してから、2回縦受けできる。ね。2回縦受けできる、硬さにもしなることができたならば、これね、勝機あるんじゃないですか。うん。いや、まあ、わかんない。そんな甘くないかもしれないですけど。まあ、リスナーさんの中では、中には、もう、すでに同じ縛りでね、なんかクリアしたっぽい、なんかね、コメントを、もう何個か、なんかあったような気がするんですけど、まあ、ね、それを、まあ、無理じゃないんだっていうことをね、希望としてですね、はい。まあ、ただ、言うても俺なんで、この残念な、このアクションゲーム大の苦手の、私なので、そこはね、ちょっと、やっぱ人間性のね、力を借りて、やろうかなと、思うです。はい。とりあえず、小論でいきますか。はい。で、ちょっとね、人間性って、果たして、防御力どんだけ上がるのかと、いうのをちょっと見たいんですけど、そんなのね、ウィキ見ろやっていうね、おっしゃる方はおっしゃるかもしれませんが、まあね、言っても僕、古いゲーマーなんでね、こういうのは自分で調べたいんです。まあ、そんなめんどくせえ、なんでそんなめんどくせえことするんだっていうね、わからない人はわからないままで結構。はい。ってことで、物理防御力。物理、防御力。とりあえずね、今、人間性を、10個使いたいと思います。10個。で、これらのステータスがどう変わっていくのかっていうのをちょっと見たいです。はい。じゃあ、とりあえず、1個食らいます。はい。よっしゃ。で、1個食らうとどうなる?これが、なんと、ザン!あ!まずこのベースかどうかわかんないけど、これが83に上がりましたね。防御力で、カッコの中、あ、全部2上がったな ?2。全部2上がってる感じかな、こっちの物理的なものはね。じゃあもう1個使ってみます。もしゃ。さあどうなる?あと、これでさっき2上がったんですけど、これが1しか上がってないですね。84と71と。はい。じゃ、ちょっとこの調子で10までもう上げてみちゃいたいと思います。はい。人間性4、5、6、7、8、9、10!
さあ、これで、これが94。人間性0の時から比較したら13上がりましたっすね。はい。これが81で、これも13上がった。対打撃が94で、これも13上がった。斬撃95で、これも13上がった。一つが92で、これも13上がった。魔法防御力80で、12上がりましたね。で、カッコの中に72、これも12アップ。炎が87で12アップ。79で12アップ。雷が90で14アップですね。はい。で、カッコの中が84で、こちらも14アップと。なるほどね。はい。で、これがこんだけ上がったことによって、実際じゃあ体感ダメージ的にどうなるのかと。はい。まあ、一番、注目したいところは、まあ、こうの、魔法ですね。魔法、誘導魔法弾。はい。誘導弾を縦受けで、いくつに抑えれるのかと。はい。素の状態というか、人間性0で194でしたから、これがいくつになるのかと。いうとこですね。それを知りたい。はい。じゃあちょっと行ってみますか。で、この、ま、これ今防御力上がったから、当然落下ダメージも変わるんでしょうけど、まあ、ちょっと、いつも通りだともう3ヶ月ぶりにやるんですけど、ちょっと調整してみながら行ったらどう変化するかちょっと見てみますか。はい。まずここからこうビヤッと落ちて、あ、見た目的にあんま変わってない気がするな。まあまあちょっと行ってみましょう。はい。で、ここで、しなっと降りてから、ダーン。はい。もう変わってない気がするな。落下ダメージってもしかして防御力関係なかったりする？そんなことはねえかな。それ食らっちゃダメでしょ、君。わかんねえじゃん、もう。はい。まあいいや。ちょっと普通に、ああ、ちゃう。じゃあちょっとまあ、それは置いといてということで、とりあえず魔法をね、鉱山の魔法を、はい。ちょっといただきたいと思いますよ。ちょっと離れてると、あ、来た！さっそく来ました！さあ、どうなる？これが、はい、食らいました！ちょっと待てよ。980。ちょっと今、はい。メモっとこう、はい。ちょっとわかんないけど、じゃあちょっとこのままリハビリっていうことで戦います。戦うんだけど、あ、しまった。黄金がないな。黄金装備してないな。じゃあちょっと食らうか。おー。ちょっと普通に食らいましょう。ああ。これ縦受けして、発動、来た、あ、縦壊れ縦壊れましたね。いやー、さすが皇后さんだな。久々に戻ってきたらもういきなり、この、縦潰しでお出迎えですわ。どうしようかな。ちょっと一応装備的にはですな。黄金も一応つけといて、ねえな、おい。つけといて、ね。これもちょっと併用しましょう。またエストとね、黄金間違ってカニ惜しかったな。惜しくはない。残念だったな。ちょっと待ってよ。黄金ってもうほんとないんだっけ？ねえんだな。うわぁ。マラソンしなきゃな。まあいいや。で、ちょっと待てよ。いや、だから縦、まあ、修理すっか。
なんだ、もうちょっと高価なソウルしかないんじゃないか俺。あ、ちょっともったいない気がするな。まあ、ちょっととりあえず壊れた方外していきます。わけわかんないから。で、ソウル、後でちょっと、補充した時に。ああ、ちょっとそれで、だから、さっき、980だったんだよな。ってことは？あ！全然、うわ !980 ってことは4! 4改善しました。人間性10個使って。縦受けで、今まで、194だった高王の魔法誘導弾が、まあ、90になったと。あんま変わんないな。10個程度では。お、ってことは今、人間性ないから、これ調整できるってことか。調整、まあ調整していくか。2! いやー、これ、壺使う以上、涙石1個スロット取られて、で、当然ね、もう1個スロット、アルトリウスで取られるから、それが辛いよな。お、結婚。スワイク結婚回収。ナイス。あれ？あ！おい、調整するっつってまっすぐ落ちちゃった。バカじゃないの、俺。なんだ。あ！なんと今、ただヒットしたかな。すいません、出直してきまーす。こっから、こう。あ！おい、ロストしたぞ。ほら。